おい、テレビ見てる場合ちゃうぞ。おい、一回消せ、一回消せ、一回消せ。年末はテレビって決まってるでしょ。うるさい。もうこの動画出してる頃には年明けてますよ。文化さん、ようやく届きました。何が？何食ってんの、ほんで。何？何言っちゃう、お前。なんだこいつ。明太子。いやー、文化さん、お待たせしました、大変。いやー、おい、落としてるぞ。んー、かわいい。なにこの子。シャコシャコになってるよ。めっちゃ美味しいよ。餌付け体験。餌やり体験。うん、うん、これ。はい、じゃあ、ポッキーゲームしようぜ。うん、すごいメインですよ。ちょっと来てください。うん、ねえ、海苔落としてません。すいません。やった、逃げないよ。モカさん、でですね、ようやくですね、モカさん届きました、このソニーの一眼レンズ。あの破産した高いやつ。そうです、あの破産した高いのやつ、これおめでとう。なのにこっち使ってんの。で、ちょっとまあね、どんな感じでね、色味変わるかちょっと皆さん見ててください。じゃあいきますよ。飛ぶ、飛んで、じゃあせーの。いや、飛ばへんで。いや、これマジでめっちゃいいんすよ。こっちのね、カメラの2倍するからね、これめっちゃ高いよ。嬉しそうだね。届いたんです今。クリスマスプレゼント届いてる。嬉しそうな子供みたい。クリスマスプレゼントじゃねえよ、サンタさんがもらったんですよ。自分で買ったんだわ。自分で買ったんだよ。一つですね、とんでもないハプニングが今起こりまして、緊急事態です。本当に超絶萎えてます。っていうのもですね、こちらのやつ買ったんですよ、うん、この EPZ1020F4 ってやつ。さすがにこの本体がまあ30万ぐらいするわけなんで、もうレンズね、19万と書いてあって、もうぶっ倒れそうになったんですよ、マジで、うん、はと思って、ぶっ倒れそうになったんですけど、なんか別にこっちでもいいみたいな、なんならこっちの方が軽いから、なんか使いやすいみたいな書いてあって、で、買ってみたんですよ。そしたら、もう実は合ってないらしい。ミライク、落ち込まないで。きっと大丈夫だよ。一回撮ってみよう。それでね。撮ってダメだった。まあ一応そう、映るは映るんだけど、なんかこれめっちゃ高いこの一眼の性能全部活かしきれないみたいな。やっぱおすすめされたその十何万のやつを買っとくべきだったってことだね、最初からね。まあということはね、いいんですよ。とりあえずね、こっちでね、どんな感じでパッてね変わるか、ちょっとね今から撮りたいと思います。はい、じゃあ少し座ってて、なんかピンボケしてね。そう、オートフォーカス、おっそ、いきますよ。じゃあこれがですね、デレ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 ーパン。はい、こんな感じになりました。バイバイ。皆さん一体どうでしょうか、どっちのがいいでしょうか。ぜひねコメント欄で教えてほしいです。ミライ君的には。まあ僕的にはこっちのがいいかなと思うんですけど、まあ画角も広いしね、こういう感じで。これ気持ち悪いって人がいるから、まあ普段の感じで撮るんだったら別にこういう感じでも撮れますと。いい感じ。でもちょっとさ、広く撮りたい時に、あ、まあこういう感じでも撮れますよと。おい、あー、嬉しい嬉しい。可愛く撮れたやついいな。嬉しいで、お前全然分かってないやろ。何、うん、分かんないけど可愛く撮れてるといいな。じゃあこれからこのニューカメラでやっていくってことだね。まあちょっと分かんないで、もしかしたらこっちの方がいいっていう人いるかもしれないから、まあちょっとそれはコメント欄の意見を見ながらちょっと決めていきたいなと思うんですけど、まあ一旦はねこんな感じで考えてます。2023愛生カメラ、マジでこれめっちゃいいわ。こっちの方が軽いし、ほんで最高や。もう最初からこっちにしときゃよかった。ほんまに最悪です。本当に死にたい、生きて、死にたい。美しいね。年末だしさ、うん、美味しいもの食べるべきだし、うん、年末だしさ、うん、すごろくするべきだと思うんだよね。もうあの年始なんですが、この動画出されてる時出すのは年始で、もう俺らは年末だから。桃鉄やったり、うん、テレビ見たり、ご飯食べたりするべきやと思うんだけど、どう？確かにそういうの大事だよね。うん、やっぱ行事ってね、大切なんだよ。あらしいか。人の口中に書くのはちょっと、ぶさくしん？さすがにやばくない俺。ねえ、行事って大切なんだよ。女の子って行事大切にしてるんだよ。男の子は行事なんて無意味だって思ってるかもしれないけどね、女の子はね、一緒にいれる、一緒に過ごせる行事。それをさ、いつもと同じ一日で終わらせたらモテないよ。モテないよ。まあ別に俺モテてないから、そもそも。でもモテたいでしょ。いや、まあモテたいね。
ことはそこを変えるしかない。モテるのってモカに対してモテるってだけだよね。それ頑張っても。うん。世の中の女を代表していってんの今。そうなんですか皆さん。女性リスナーの皆さん。そう僕と付き合ってください。マジでこれみんな聞いてほしいんですけど、こんなヒゲだらけでさ、こんな髪の毛くちゃくちゃでさ、ね、にぎみずらでこんな汚い顔さ、こんな顔をしてるのってどんだけ俺がね日頃外出てないかこれ分かると思うんですよ。これ本当にネタで俺なんかその陰キャですとかなんかその引きこもりなんですとか言ってんじゃなくて本当にそうなんですよ。今日宮井くんのさズボン洗ったらさ、モカじゃないさ、モカよりも長い髪の毛一本ついてたんだけど、誰あれ、モカよりも長い茶髪の女の超長い髪の毛くっついてきたんだけど、あれ誰、この家に行き来してる女モカしかいないと思うんだけど、モカ以上に髪長い人いないと思うけど、モカの友達はモカ以上に髪長い人この家に見てないんだけど、モカ以上に触ったズボンからさ超長い茶髪の髪の毛って言われたの。俺も茶髪の女知らない、ね、一人も知らない、すごい髪の毛長かったけどね、知らないよ、知らビジネスインキャでした、何のズボン、灰色のスウェットみたいなズボンからこんぐらいの差の赤いなっちゃうそれお前髪の毛じゃないよな、知らない知らないよ、ほんと知らないよ、腰ぐらいまでのさ、こういった天才って生まれるんだ、ここら辺までのさ、女と会ってるじゃん、定期的に髪の毛髪の毛ここら辺までの女と会ってるじゃん、ふざけんな、会ってねえよ、ビジネスインキャって歩いてんじゃないよ、やばすぎじゃない、やばすぎじゃない、誰のか言ってみ、逆にじゃあ女の子と会うとして、あれじゃあスウェットでしょ、いやもうスウェットにくっついてただけで、スウェットで合わないでしょ、他にもいろんな服洗ってるからどっからスウェットにくっついてるか分かんない、じゃあ逆に聞く、じゃあ逆に聞く、お前に茶色の髪の毛の女友達いないのか、お前にあんな長い人いないよ、いないんだ、いないね、もう一回昨日いなかったっけ、あんた誰と会ってたの、もう一回、いや俺も会ってねえよ、ずっと家いたわ、じゃああの髪の毛誰なのモカが納得できるように説明してね、助けて誰か、ね、モカが納得できるように説明しない限り年末年始も喧嘩よ今年の年末年始喧嘩やるよ、あの本当にすいません、知らないです、本当に本当に分かんないです、俺の髪の毛じゃないんだって、あんた短いですよ、いや一本だけめっちゃなんか伸ばしてた ね、それなくなったせいは、本当に知らないって、いや本当に知らん、ね、本当に本当に知らない、本当に本当に知らない、いや冗談抜きでしょ、知らない、知らないって本当にどこ行ったのどこ行ったのあねえ、それ本当の話、本当の話や、じゃあこの子漁ってみてお風呂場の捨てたから、ね、知らないってこうやって見て捨てたよ、浮気したね、してねえよ、浮気したね、浮気って何付き合ってないっすよ、勝手に浮気とかしないで、浮気したね、ちょっと待って、普通にそれ何か気になる、ちょっとゴン箱でちょっと見せて、それ髪の毛、みやびに女の影が、これじゃない？え？ほらほらほら、ほんとだ、これ毛めっちゃ長いよ、長くわ、これはさすがにモカじゃないもん、こんな長い人知り合いにおらんよ、ほんでこの腰ぐらいまでのじゃない、こう、じゃあ本当に髪の毛どこでくっつけてきたの、知らないよ、言ってみなさい、ねえ、モカが知らない、本当に知らないんだけど、わかんないって、じゃああんたが好きなの誰なの、もう僕好きな人いないです今、じゃああれ誰のなの、知らないって、昨日誰といたの、昨日一人だよ、一人でずっとパソコンで、あの株について調べてました、ずっと外出たりしてるの、一回は一回外出たよ、その時に女と、じゃあ油そば行ったの、油そばで女と一緒に油そば食べ、なんで油そば食うんだよ女と、友人好きないですか、ちょっとちょっとね、本当にね、ちょっと信じて、本当に宮井君と一緒に食べてすごさい、おいねえ、ちょっと皆さん、こちら本当に皆さん信じてください、あの僕本当に会ってないです、誰とも、いや、え、あの一本だけくっついてた長い髪の毛誰の、やばくない、くっついてお前の可能性もあるわけ、だってモカあんな長くない、だってモカでここまであったんだよ、すぐに一本だけ長いの、え、俺ちなみに俺これぐらいの髪の毛長さ好きやから、そんな髪の毛長い人人生会ったことないっていうか、まずじゃあね、やば、普通にね、僕じゃないって、助けて誰か、誰か助けて、誰か助けてください、助けることはできません、助けて、自分の罪だよ、ね、違う違う、やってないことを証明しなさい、やってないって、いやじゃあ本当に知らないんですって、ちょ助けて、本当に冤罪、こうやって冤罪って生まれるんだ、本当に怖いな世の中って、あれはね、うん、冤罪じゃないですよ多分、これは絶対になんか何かを隠してる、うん、ちょ本当に、ちょ本当にやってない、ね、もちろん本当に多分何かを隠してる、やってないっていうか、別に、いや別にあったとしてもいいんだけど、あれは本当に違う、こうやって皆さん男の人浮気割れますよ浮気じゃねえって、だからでもさ、やっぱさ、女の人の方がさ、あんな長い髪の毛の人は知らない、家事とかしてるわけじゃん、うん、だからさ、そういう服についてた長い髪とか服についてたなんかあの口紅とか、ね、口紅とかで多分こうやってバレていくんだろうなって思った、僕はだって別にあの宮井くん
なんか行ったのかなみたいな思って見たわけじゃなくて、普通に畳もうと思ったらめっちゃ長いから出てきて、うん、なんか髪の毛って思って見つけただけだから、うん、あら探しをしたわけじゃないんだよ、モカは。あ、そうなんだ。本当にもう気をつけてくださいね、じゃあモカさん。さっきはモカさんとか帰ろ。おい、実家帰るな。あ、もしもし、ママ、なんか宮城くんが他の女と会ってるみたいだから、モカちょっとそっち行くの。他の女と会うことはいいでしょうか。じゃあ、うん、じゃあ明日行くね、よろしく。宮城くんはもう大丈夫、うん。あ、俺も行くよ、お母さん、よろしく。じゃあね、バイバイ、大好き、ママ。俺もお母さん行くからね。おい。じゃあ今から行く約束したから、ちょっと行くわ。やばすぎでしょ、普通に。宮城くんとすごろくして遊ぼうと思ったけど、もういいよ。おーい、誰か助けてくれ。冤罪だ。本当に冤罪だ。別に女と会うのは、別にいいと思う。し、別に俺も女と会いたいけど、別にあの髪の毛は、おい違う違う、あの髪の毛は本当に知らない。その前から、前からもう一回言って。え、前からもう一回喋って。別に女と会うのはいいことでしょ。あ、そう、おい、落とすな。カメラ落とすな。新しいカメラ。もう一回じゃあ喋って、ちゃんと、ちゃんと考えて言ってみようね。ああ、うん。どうやったら次に進めるか一回考えて喋ってみ。いやいやいや、浮気とかないからね、別に。女と会うことは、いや別に女と会うのは悪いことではない。ちょ、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 モカチはメンヘラだから嫌な気持ちになるかもしれないけど、まあ俺個人としては、まあ女の子たくさん遊びたいと思ってる。おーい、違うって、本当にいいから。まあそれは一旦置いといて、で、この考えが本当に知らない、本当に知らない。いや、どこ消えたんだけど。いや、入ってると思う。なくなっちゃった、なくなったよ。幻だったんかな。入ってますよ。あ、いや、そんなしなかったんや、だから、やっぱあれ、見たの夢やったんや。こうやって証拠隠滅するのは、もうこの子の言ってることは余計信用できません。証拠隠滅という話でさ、もう終わりですよ、皆さん。浮気がバレた時の男の人の今、現状です。浮気じゃない現状ですよ。浮気じゃないよ。このね、ヘラヘラしてんのも、やばい、どうしよう。やべ、俺やっちまった、どうしようって思ってますよ、皆さん。ただね、男の人でね、同じような経験がある人はね、こういうの、あ、俺も昔あったかなって思うかもしれません。まあいいや、じゃあ、もう一回伝わんなくてもいいけど、あの髪の毛も知らないです、本当に。視聴者みんなに信じてほしい。こんな長い髪の毛の人会ったことない、人生で。宮城くんのお母さんも短いしね、髪の毛。短いね。なんかさ、モカの髪の毛と髪の毛がこう組み合わさってさ、せいな、長くなっちゃうんじゃない。だって、髪割と長いで。目立て、モカ。真実はいつも一つ。どうしたモカがいない間に。いや、女と会ってました。別にモカじゃなくてもいいってことです。僕は2月6日まで家でするか、一緒にすごろくして一緒に逃走中見ようって言ってたけど、ママと見るもん。まあというわけでですね、年末年始、今ですね、まあこういうふうに見てもらったら分かる通り、絶賛引っ越し中でございます。もかさん引っ越すんですよね。ん、もかさん、おい、無視すんな。引っ越しがめんどくさいからっつってですね、この人もう服こんなふうに置いてるし、おい、めちゃくちゃすぎるぞ、綺麗にしなさい。おい、ほら。綺麗にしなさい、ほら。おい、なんや。なんや。ん？罰？何が罰なん？おい、いいから、早く。やめて、浮気も。はい、立って。いつまで座ってんの。はい、立ちなさい、ほら。はい、そっち、こっち、こっち。なんや、この服。かわいいな、なんか。かわいいでしょ？うん。クソガキみたいな服着とるやん。ピースしちゃうよ。はい。これどうすんの、じゃあ。じゃあこれどうすんの。一回片付けていこうな。うん。じゃあこれ食べていこうな。違う。食べたら片付くか。行こう。ほら。これ食べたくて楽しみにして食べっこはメモかね。じゃあ食べて。クソガキかよマジで。おいしい。何歳ですか。5歳。5歳。ふざけんなよ。ぶっ飛ばすぞお前。うまっ。おいしいか。うん、かわいいな。はい、もういいから。はい、ちょっと一回、それ一回入れなさい。なんか入れて、はい。ほら、危ないよ。加えたまにして危ないから。入れなさい、一回。片付けするよ、ほんとに。何その後ろの大きい食べっ子動物。ほら、もう一回舐めないよ。はい、いいから戻せ。すごいね、君。お菓子だらけやん。マジで駄菓子屋なんだけど。あ、一個1万円ってのいいから、早く、ちょっと立って。よりどり緑1万円。それ、ファンからもらったものでしょ。何？違う違う、あなたの部屋、はい、あれ整理してください。あれもう片付いた。違う、嘘でしょ。これ何とかしてください、ここ。いや、だいぶマシになったくらい。はい、これここね、片付いてんだけど、はい、ここ
片付いてないでしょ普通に考えて。片付いてない。これで片付いてんの、うん、これもう正規の位置よ。いやだから、うん、あのここら辺のねこういうぬいぐるみがたくさんあるでしょ。これこのままこうやって持ってきないでしょ引っ越しの時。だからどっか段ボール詰めないといけないんですよ。いやここの上に乗ってるのは全部もう書いてあって大切なものなの。知らんわそんな。え知らんとかじゃなくて持っていけないでしょって。だから分かって大切なものは分かるから持ってってあげるから。大切なの、うん、これも大切なの、ね、これ全部お手紙、うん、すごっこんなん入れてるんだ。うんでも最近もう入りきらなくなってきた。すごいね、人間の印じゃねえか。お手紙が入ってこれ全部大切なんだよ。うんだろうね、分かった。あのいいんですけど、あのとりあえずあの片付けてもらっていいですか。はい袋持ってきました。はい詰めていきますよ。頑張れ頑張れ、その調子いいよ。そう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 、ここら辺全部大事なんだよ。あ俺があげたベビーバブバブシロタンじゃん。そうだよ。バブベビー、うんねえやーな、汚い。これ汚いとか言うな。バブベビーは大事なの。あ、クレヨンしんちゃんだ。可愛いでしょ。お前が一番可愛いよ。ぽ無感情やん。これもどうすんの、ここら辺も。これこれピアス、すげえな。ほとんどもらったやつか。これ俺あげたやつやっちゃう。そうもう片耳しか開いてないからさ、うん、ここからさ一回一回取ったり外したりする大変じゃん。だから片耳だけ出して、うん、いつでもつけれるようにしてた。これ僕あげたんですよ皆さん。ミューミュー、これ何でしたっけ。ミューミューだよ。これミューミューか。俺ミューミューだ。可愛くないこれ普通に。めっちゃでかいなもん。ちょっとでかすぎるかなと思ったんだけど。えめっちゃ可愛い、つけてみよう。これつけてるのちなみにね一回ぐらいしか見たことないです。ねつけてるからね、あんたがね自分私の耳見てないだけでしょそれ。でもね最近ね耳のあの開けた穴がね痒くてね、うわピアスつけてなかったの。これは今年のバレンタインデーの時にあのホワイトデーでお返しでね買いました。おいいやん、かわいい、このような感じ、ね、かわいいな。やった、さすが俺が選んだものだけあるわ。これモカが最近買った。何これ。でっかいハートのピアス。怖っ、これピアスなん。そうこれ落ちちゃいそうやね、なんかめっちゃでかくて重た、痛くねこれ。痛くはないけどずっと耳引っ張られるんだけど。そうこんな俺ピアスとか開いてないからわかんねえ。うわー痛いよー。いやー入ってんのこれ、ちょっとでかすぎて待って、わかんない。見てでかすぎて入らんのか。気まぜっつ、ちっちゃいねやつ欲しいんだよね。ちょっとどこかわかんない、穴が。童貞やん、何言ってんのさっきから。入ってんのかなこれ。どでやん、チンコ小さすぎて入ってるかどうか分かんない、ね、待って分かんない。ちょっと閉じちゃったら嫌だ。あどて落つ、変なさ例えにしてくるのやめてやっていい。で待ってちゃんと穴探す。しまれてやめてね、さっきから。どこもかな穴。あこれですね、これ穴。それ穴。え待って閉じてるかも。そんなことないよね。あった、早かった。入った、下ネタじゃないですよ。気持ちいい。入って気持ちいい、見つかって。そりゃそう。今気持ちよくなってます、ヘブンズ状態です今。痛いんだやっぱ最初は。やめて。これはね大切にしてたやつなんだけどね、ゴムビンってなると弾けちゃってね、壊れて紙コップで保存してたの。紙コップなんか保存しないでください。てかさマジで可愛いさんかけらもねえような棚使ってるな本当に。もうちょっといい棚買ったら。こうやってカメラ回さないでこの人やりませんから本当に。これ友達が作ってくれた。もういいって紹介しなくていいから。ね、どんどんお菓子してなってくやん。じゃあそれつけたままやって。ベビーやでっかっ、これもらった。すごっ。ライブで。めっちゃいいね、これ。ビビアン。あんまブランド好きじゃない僕は、唯一ね、好きなブランド2選。ビビアンとミミエですね。あと、ジャスティン・デイビスも好き。あー。よくつけてるかも。時々つけてるね。うん。でもこの人ネックレスつけられないんですよね。かゆいんだよね。うん。金属アレルギーみたいな感じで。だから僕はね、何個もあげたネックレスはもうね、闇葬られました。飾っ二人はできるけど、つけるとここが痒くなる。ピアスとか指輪はできるけど、
さ、だからあんまり時々しかね、つけてないよね、クリスマス。そう、終わった終わってないよ、まだまだ全然残ってるよ。もう下にもたくさんあるよ、こっちもたくさんあるよ。もう終わった。ん一応どうすんの、本当に引っ越しの時。引っ越し業者の人は俺全部むちゃくちゃやっちゃうよ。モカがやる。やるのこれ、うん、やらないでしょ、あんた引っ越しの時だって、あんたライブなんでしょ。うん。あ、じゃあどうすんの。ちょっともうちょっとやりなさい。まだだって日々があるから。もうないって、もうないやん、あと3日しかないって。ちゃんとやる。やらないでしょ。カメラ回されたらやりにくい。やりにくい。こんなこと言ってますけど、この人ね、カメラ回ってない方がやらないですカメラ、これも何、これ、ここに置かないで、なんかゴミみたいに。モカの、これモカのやつやで。モカのか、これ服でしょ。あ、これ昔のあれじゃん。あ、白っぽい T シャツ。昔のさ、アイドルの時のこれ T シャツ。これは捨てたくないや。あ、こんなとこにあったのか。いいね、それは。これ探してたぞ、中学生。これ洗濯しよう。そんまに舐めてますわ、人のこと。あんま舐めんだよ、お前、人のこと。舐めとったらあかんで。それ可愛いな。ちょっとアイドルっぽいな。ご飯食べに行こう、宮城くん。ちょちょちょ、怖い怖い怖い。怖いです。はい、というわけでですね、この汚いここね。で一応ね、服は結構ね、これでもう必要なも必要じゃないもの一回整理したんですよね。もう必要なものしか残ってない。なんかめっちゃ綺麗だったはずなのに、なんかまたここら辺汚くなってるんですけど。部屋汚すぎてコメント欄でもたくさん書かれてますからね、次の家では部屋綺麗にしてくださいよ。次の家、今の家よりも収納ないって聞いたけど、本当？やっぱもうお金ないですから、僕たちこんな広い家住めません、二人も。よろしく。まあちょっとね、こんな感じでまだ引っ越しの途中なんですが、引っ越しの様子はですね、この後の動画で、お見せしたいと思います。というわけでまた次回以降の動画をお楽しみにしててください。バイバイ。